海の藻くずになるにはまだ早い。作、岡田作、再びの夏の章より。スーツケースを家に置き、霞水族館の跡地に着いた僕は声を失ってしまった。クラゲちゃんも同じだったんだろう。何も言葉を発しなかったから。霞水族館は最後に見た時とは比べ物にならない状態になっていた。前から古くて汚かったけど、本当に廃墟だね、これは。本当ですね。秋に来た時はまだそんなことなかったんですけど。クラゲちゃんの声も沈んでいるように聞こえる。駐車場にはアスファルトの割れ目から背の高い雑草がそこら中に生えているし、石か何かが投げられたのか、建物の窓がいくつか割れていた。人が入らない場所はあっという間に壊れてしまうというけど、本当にそうなんだな。たった一年でこんなに変わってしまうなんて。僕は急に胸が苦しくなって、クラゲちゃんから顔を背けてしまった。レオン君、ごめん。クラゲちゃん、ちょっと待ってくれる？泣いたって仕方がないんだ。これが現実なんだから。だけど大切なものが本当に失われてしまったんだと思うと、涙がにじんできてしまう。無理に涙を我慢しようとしたら、喉の奥が嫌な音を立てた。連れてきてごめんなさい。でも私、どんな姿でもレオン君と一緒に見て目に焼き付けておきたかったんです。クラゲちゃんは強い。いや、強くなったのかもしれない。もう少し近づいてみてもいいですか？僕は涙を拭い、差し出されたクラゲちゃんの手を取った。本当はダメなんだろうけど、駐車場の周りに張り巡らされたロープをくぐって中に入っていった。建物のすぐ前まで来ると、ガラスの破片が落ちていたり、階段のコンクリートが前よりも激しく割れていたりして、より一層悲しい気持ちになった。これ以上は近寄らない方が良さそうだね。危ないから。クラゲちゃんも建物を見上げながら小さくうなずいた。あの日二人で座って話をした場所は、草が生い茂って見る影もない。レオン君、さっき部活で霞水族館のクラゲたちの子孫を育てていると話しましたよね。うん。レオンたちは元気？僕は涙目を見られたくなくて上を向いていった。元気なふりをして冗談を言ったつもりだったけど、鼻声になってしまった。はい、元気です。泣き笑いのような顔を僕に向けて、クラゲちゃんは返事をした。私、学校の第二生物室に小さな水族館を作っているんです。まだ水族館といえるものじゃないんですけど、これからたくさんのクラゲを育てて、そのうちみんなに見てもらえるようにしたいんです。そっか、いいね。クラゲちゃんの水族館を作っているんだ。クラゲちゃんはもう前に進んでいるんだなと思ったら、置いていかれたような気持ちになってしまう。そんな気持ちを察したように、彼女は僕の手を強く握った。黙っていてごめんなさい。レオン君が帰ってきたら
話すつもりだったんです。どうしても顔を見て言いたくて。クラゲちゃんは真剣な表情で僕を見つめながら言う。もう僕が泣いてしまったことはバレているんだろう。水族館を作っていること、部活をやっていることは知っていたし、何も起こっていないよ。違うんです。クラゲ部には正式な名前があって、霞水族館部というんです。霞水族館部。私どうしても霞水族館を残したくて、名前を付けさせてもらったんです。霞教授にはちゃんと許可をもらっているんですけど、レオン君にはまだ説明をしていなかったので。うん、名前を使うのはいいと思うけど、ミズクラゲたちだって霞水族館の子孫なんだし。クラゲちゃんが霞水族館を忘れないでいてくれるのは嬉しいけど、僕の手から離れてしまった気もして少しだけ寂しく思えた。レオン君にどうしても見てほしいものがあるんです。クラゲちゃんは背中のリュックを下ろして中から紙袋を取り出した。おかみ台駅にある本屋のものだ。僕にくれるの？はい、中を見てもらってもいいですか？きっと本だよね。どうして今これを僕に見てほしいんだろう。うん、ありがとう。見せてもらうね。意図がわからないままビニールの袋を開けて本を取り出した。スケッチブックくらいのサイズの横長の本だ。表紙にはクラゲちゃんが描くような緻密なタッチのクラゲの絵が描かれている。これクラゲちゃんの絵みたいだね。こういう絵を描く人って他にもいるんだ。あのそれは本当に私の絵なんです。クラゲちゃんは言いにくそうに小さな声で口にした。え？タイトルに目をやると、クラゲガールのクラゲ図鑑、霞水族館の最後の夏を追ってと書かれている。本当にクラゲちゃんが本を出したの？全然知らなかった。え？いつ？しんみりした気分なんかどこかへ吹き飛んでしまった。一月くらい前に出たんです。去年の12月の初め頃に副館長を通じて出版社から話が来て、スケッチブックや個人的に書き溜めていた霞水族館に関する絵日記とかが載っています。でも霞教授の話もあって、そっちの方がずっと面白いんですけど。僕は慌ててページをまくった。本当にクラゲちゃんのスケッチブックが図鑑になっている。すごい、クラゲちゃん本当にすごいよ。こんなことってあるんだ。去年の夏の思い出が蘇ってきて興奮してしまう。中は後で見てもらえたら。今レオン君に見てもらいたいのは裏表紙なんです。裏？僕は本を閉じてひっくり返した。裏表紙には水族館の絵が描かれていた。真ん中にあるのはミズクラゲの大水槽だ。一瞬霞水族館かなと思ったけど違う。足元がモニターになっているのか、いろんなプランクトンが大きく映し出されているし、水族館自体霞水族館みたいに古びたところじゃなくて、もっと近未来風のデザインになっていた。どこの水族館なんだろう。見たことがない水族館だ。手をつないだ二人の男女が
クラゲの大水槽の前に立って水クラゲを見ている。男の人は背が高すぎるし、女の人はかなり小さく見える。イラストにしては随分アンバランスな組み合わせだ。絵の端に手書きの小さな字で何か書かれていた。目を凝らすと、いつかまた私たちの手で霞水族館をと書いてあった。あれ、もしかしてと心臓の鼓動が急に速くなっていく。これって僕とクラゲちゃんだったりする？クラゲちゃんは大きくうなずいた。レオン君、言ってくれましたよね。将来私と一緒に霞水族館をもう一度作りたいって。私本当に嬉しかったから、今の思いを本のどこかに残しておきたかったんです。未来の霞水族館の姿はまだわからないので想像ですが、どうやって僕の気持ちを伝えたらいいんだろう。言葉にならない。霞水族館部でクラゲをたくさんの人たちに見てもらえるようになりたいのは、ここにあった水族館のことをみんなに忘れてほしくないからなんです。霞教授から引き継いだ開館当時の写真も飾ってあるんですよ。学校祭とかで展示をするときには霞水族館のことを一緒に紹介しようと思っていて、部員のみんなも去年の夏に霞水族館を応援してくれていた子たちで。クラゲちゃんは熱心に語り続ける。霞水族館という形はなくなってしまうけど、みんなの心の中に残ってくれたらいいなって。みんなが忘れずにいて、私とレオン君が夢を持ち続ければ、きっといつかまたここに霞水族館を作ることだってできると思うんです。うん、クラゲちゃん本当にありがとう。僕は胸がいっぱいになってしまって、クラゲちゃんを思いっきり抱き寄せてしまった。彼女はびっくりしたのか、ひゃっと小さく声を上げる。僕も約束する。絶対にここに霞水族館を作る日まで諦めたりしない。僕とクラゲちゃんで必ず実現させようね。はい。クラゲちゃんも僕の背中にギュッと手を回してくれた。レオン君、知っていますか？年老いて死んだミズクラゲの分解した死骸からポリプが生まれたそうなんです。私たちだってクラゲに負けていられないですよね。いつだってクラゲちゃんの話はクラゲのことだ。僕はそんな彼女が愛おしくてたまらない。もう少しわかりやすくその話を教えてくれる？はい。でもここは暑いからバスの中でもいいですか？あ、でもちょっとだけ待って、もう一回見ておきたいんだ、霞水族館を。太陽がどんどん高くなって僕らをじりじりと焼き付ける。夏だなと思った。また暑くて心も熱くなる夏がやってきたんだ。僕は去年の夏を思い出す。きっとこれからだって何度も何度も思い出すだろう。僕とクラゲちゃんにとって忘れられない夏だから。僕はクラゲちゃんの肩越しにもう一度廃墟になった霞水族館の姿を見た。今度はしっかり目に焼き付けるために。厳しいけどこれが現実で、
霞水族館は本当になくなってしまった。でも僕は知っている。この町から水族館が消えるのが初めてじゃないってことを。遠距離のままこの恋を続けていくことだって、水族館を再び蘇らせることだって夢みたいな話だと誰かは言うかもしれない。だけどもう諦めたりしないんだ。僕にはクラゲちゃんがいる。彼女と一緒ならどんな荒波にもまれたって立ち上がれる気がするから。海の藻くずになるにはまだ早い。その水槽に触れたてとて、あなたと初めて出会ったこの場所、泳ぐものだけが知ってた恋の行方、 Every splash a story told、 淡い心のまま、 In a water well with swim、この瞬間メロディーが聞こえ、私たち包む強く触れ